皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。最近 TikTok でちょっと私のコメント欄で話題になってたことがあって、パートナーとそういう行為をした後に産婦人科に行った場合、仲良くしてたことってバレますかっていうコメントがあったんですよ。それに対してお答えをしたんですけど、今回はそのお話について動画にしたいと思います。まず単刀直入に言うと、全くわかりません。仮に中にそのものが入ってようが入ってなかったとしても全く分かりません。まあ仮に中にその液体が入っていたとしても入っていなかったとしても分かんないです。もう一度言います。中にそのものが入ってても分かんないんですよ。まあどうしてかっていうと、女性には織物といって子宮とかから降りてくる分泌物と汗が混ざったものが膣内にもあるんですけれども、それってもともと透明から白っぽかったり、ちょっと場合によっては黄色っぽかったり黄緑っぽかったりすることがあるんですけど、なので織物のデフォルトって白っぽかったりしてあるのが普通なんですよ。たまに織物出てきて心配なんですけどって言って慌てて受診する方いるんですけれども、織物があることは全然普通です。織物があって普通です。なのでその膣の中に、あ、織物があるなっていうふうに思うんですけど、それがその仲良くしたものなのかっていうのは分かんないんですよ。まああんまりちょっと詳しく言っちゃうとその動画削除されちゃったりする可能性あるので、ちょっとだいぶオブラートに何層にも包んで言うので分かりにくかったら申し訳ないんですけど、なので要は仲良くしたり、まあ、そういう行為をしても産婦人科では全く分からないってことを伝えたいです。でその中にそういうものが入ってたとしても分かんないです。まあここでただゴムとかが中に残ってたらそれは分かりますよ。たまにあるんですよ。前にも動画載せましたけれども、そういう行為をして中で外れてしまって残っちゃった、で産婦人科受診される方もいらっしゃるんですけど、まあ、ただその場合はご自身で分かりますよね。あ、入っちゃった、入って取れなくなっちゃったって分かるんですけど、まあ、たまに気づかない人もいるんですよ。前にあったのが織物の匂いが気になりますって言って受診された方いらっしゃったんですけど、見ると前の生理の時に使ってたであろうタンポンが中に入り込んでたんですよ。それプラスいつのっていうゴムが入ってたんですよ。なので、あ、中に入ったのも気づかない人もいるんだなというふうに思いました。なのでそういうことがなければ基本的には仲良くしてるのかしてないのかとか、その直前にしたのかどうかとかも全くわからないです。なので全然心配しないでそういう行為をして産婦人科受診してもらって大丈夫ですし、わざわざ膣内を洗浄したりしなくても大丈夫です。前にも動画であげましたけど、まあ、毎回言ってますけど、膣には自浄作用といって善玉菌を保って他の雑菌を中に入れさせないようにするシステムがありますので、自分で膣内を洗ってしまったりするとそういう善玉菌を洗い流してしまうので膣炎とかカンジダとかの原因になってしまうんですね。なので、まあ、そういう行為をして産婦人科受診するってなってもわざわざ洗い流す必要はないです。なので、まあんまり今日はこういう行為したから産婦人科また別の日がいいかなとか考えなくて大丈夫です。でさっきの TikTok のコメントにもう一つ、逆に最近してないとか分かることってありますかって言われたんですけど、これも分かんないんですよね。まあ、ただ確かに閉経してかなり時間が経ってそういう行為もしてない方っていうのは膣が萎縮してすごく狭くなっちゃうんですけど、そういう方の場合は最近してないのかなと思うことはありますけれど、一般的に20代から40、50代とかで女性ホルモンが出てる、まあ、生理があるぐらいのご年齢の方はそんなに膣が萎縮してしまうってことはありませんので、行為の経験がある方なのであれば最近仲良ししたかしてないかとか何年も前になるんじゃないかとか全く分かりませんので、本当に見ただけで分からないっていうのが正直なところですね。よく他には着床出血と不正出血の違いを教えてくださいとか言われたりするんですけど、見ただけだと分かんないんですよ。なので本当に検査したりとかホルモン検査したりとか実際その織物の内容を取って顕微鏡で見たりしないと分からないので、産婦人科医は検査の機械ではなくてあくまでも人間で肉眼で見るものなので、そこに目に顕微鏡とかついてないので全然分からないってことだけはお伝えしておきます。なんか以前結構とんでも系の産婦人科医のブログで
なんかそういう行為をすると女性ホルモンが上がるから最近してない人はすぐ見た目でわかるっていう風に言ってる人がいたんですよ。でその見た目っていうのは内心とかでもなくて、洋服を着てる見た目でキラキラオーラがあるかないかで最近してるかしてないかわかるって言ってるとんでも産婦人科医がいたんですね。もう本当だいぶ問題だと思うんですけど、そういうの一切わかりません。よくなんか雑誌とか週刊誌とかネットとかに恋をすると綺麗になるとか、そういう行為をすると女性ホルモンがアップして肌が綺麗になるとか言われてたりしますけど、全く科学的根拠がないのでそういうのに騙されないでください。そしてですね、どういう見た目であってもそういう行為をしてるしてない分かりませんので何も気にしなくていいですし、そういうことに惑わされなくて大丈夫です。そして女性ホルモンアップのためにわざわざ頑張って恋愛をしようとしたりとか無理にそういう行為をしなくても大丈夫です。そして今までも動画でもお伝えしましたけれども、女性ホルモンっていうのはアップすればするほどいいっていうわけではないんですね。例えばアップすればするほど子宮筋腫のリスクになったり子宮体がんのリスクになったり乳がんのリスクになったりするので、あくまでバランスが大事なんですよね。よく女性ホルモンに効く食事を教えてくださいって言われますけど、ホルモンのバランスが整ってるってことは健康、全身の健康状態がいいっていうことなので、一般的に健康のいい食事をとってもらえればそれが一番かなと思います。あとはセルフプレジャーをしたりするといいメリットがあるんじゃないかとかいう動画とかも結構最近多いですけど、確かにそういう行為をしたいっていう時に我慢をしすぎたりするのはストレスになるので、そのセルフプレジャーしてもいいと思うんですけど、無理やりすることによって何かいいメリットがあるかっていうとそういうふうに思いません。確かにそういう快感を感じて精神と肉体を解放させるってことはいろんな脳内物質が出たりしてストレス軽減したりすることはできますけど、別にそれをしなかったからといって他のところでストレス解消したりとか別の気持ちいいことを発見すればいいのであって、何かその最近ある YouTube の動画とかネットとかでそのセルフプレジャーのメリットみたいなのがすごい大々的に言われてますけど、わざわざそれを得るためにする必要がないよっていうふうに思います。なのでああやって言ってるのはこう自分でしてますっていうのが恥ずかしいから何かしら理由をつけて言いたいのかなっていうふうに思うので、もっと別にそれをするのって本能だし、別にしないことだってその人の選択だし、結局したいと思うのにしないことがストレスになる、でしたくないのにするってことがストレスになるので、わざわざなんかそのメリットって大々的に言うのはまたちょっと違うかなと思います。まあ、だいぶ話それましたけど、要は仲良ししてそういう行為をしても産婦人科では全くその形跡は分かりませんということで、少なくとも私はですね、まあ、匂いもわざわざ嗅ぎませんし、正直分かんないですよ。そのゴムとかが残ってなければわからないので、あんまりそういうことを気にして受診が遠のくのはもったいないなと思います。そしてわざわざ洗い流す必要はないです。心配しないでください。そして逆に最近してないでしょみたいなのもわかりません。洋服を着てでもわかんないですし、脱いでもわかんないです。なのでまあこちらはあんまり気にしてないのでバレるんじゃないかとかこういうふうに思われるんじゃないかとか、とにかくあんまり思わないで気軽にいらしてください。それでは本日はこの辺で終わりにします。今日の動画が面白かったなとか役に立ったなという方は評価お願いします。コメントもお待ちしております。それでは産婦人科医の高橋玲奈でした。